こんにちは、こんばんは。本日は韓国人クリエイターの作ったホラワに来ています。スタッフさん、韓国の方が作るホラーワールドは恐ろしいという噂でやってまいりましたけど、はい、あ、そうなんですか。はい、見ていきたいと思います。すごくあのクオリティが高そうですよ。すごいメガ数でしたね。うん、テクスチャーすごい。絨毯がなんか蛇側みたい。トゥルトゥルのモヤモヤのふわふわじゃなくて、もうなんかあのビニールな感じ、不思議な。うん、どうやったら始まるんですか。あ、なんか本にパーティクル、これユーズって書いてある。ユーズしました。めくれた音がした。ないけど、本ユーズしたらなんか出てきたけど、なんか俺ゲームの準備が遅い。動画には映ってないね、ここの字は。本ゲームは PC& VR ともにサポートし、最高のホラー体験をするためにゲーム開始前にいくつかの設定が必要だ。でも音はね、著作権の関係で、うん、ちょっと音楽が鳴ってるので音だけはすいません。音をねつけた方がなんか臨場感とかがあって怖さ倍増らしいんですけど、すいません。音は後ろをお金の状態であることを禁止。お金って何？わかんない。プレイヤーの姿勢によって作動するミミックが故障した。背面の何を設定？背面の、わあ、びっくりした。何この人、急に後ろに、やめてー。何怖い。何これ。人形より背の高い、うん、アバターに設定した。ダメってことね。してないです。人形の手に、うん、人形の持ってるハサミをクリック。あれ？何？あら？あ、押せない。押せない。押せた。あ、押せる。押した。VR チャット、韓国ホラーワールド、ドールハウス。わあ、何？わあ！何？何？真っ暗よ。韓国語だから全然わからない。あ、何？あ、ドールハウスが再び発生しました。何いっぱい。テーブルに、テーブルに、あ、懐中電灯。あ、自分の顔が懐中電灯なんだ。はい、懐中電灯つけた。部屋だわ。怖い。なんかさ、言葉がわからないだけに怖さが倍増するね。いや、でもなんか目の前に出てるやん、翻訳。あ、ほんとだ。精神病院なの？精神病院なの？怖い。これは、あ、開くよ。扉。ユーズ。開けるよ。開かない。開かないそうです。開かないそうです。うわー、この調度品高そう。あ、そっちにも扉あるの。わー、誰か叩いてる。あ、開いたー。開きました。ガン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 、誰か叩いてる。何これ、これ見て。コロナ絵。これ何。わー、なんか武器。何か分からんもの。武器ですね。武器かな。武器ですね。武器なんこれ。武器です。あ、あ、誰が叩いてるのね、誰が叩いてんの。枕取って投げれる。枕だ。なんかサバサバ。え、誰が叩いてんの。扉叩いてるよ、誰かが。開ける。誰が叩い、わー、叩いてる。え、真っ暗。何、真っ暗、真っ暗。え、こっから始まるってこと。何？こっからだ。タイトル出てきた。タイトル。え？何？どこ？あ、外？高級車。うん、高級車。わあ。あ、パーティクル出てる。チャイムのところに。あ、ほんまや。あ、鳴らして。鳴らさな。はい。はい。
せーの、ピンポンって室内にいるみたいな音が1回しか鳴らしてないよ。そんないっぱい、そんな人じゃない私。ああ何、うわ何これ、あ携帯、携帯、スマホ、取るで取るで、あにょはせよ、ユミン、私の手じゃない、なんかこの服、そうやな私の手じゃないよ、どうやら誰かがいたずらしたようです。だから文字じゃなくて、ああ開いた、門が開いた、門が開いたよ、開いた、マネキン、人形というよりマネキン、え、タンスがあるの、え、夜逃げ、開けれるんだよ、え、外にタンス、開けるよ、はい、あの、これに乗ってみた、なんで外のいろんなところにタンスある、あ、鍵マークが出てるよ、正面玄関に何か出てるマークが、急に、あ、タンスある、まただ、タンスちゃうわ、クローゼット、あ、鍵開け、鍵あったで、もう入れるよ、もう入れるよ、あー、なにー、びっくりするやん、急に、あ、顔がないやん、扉開けたらいきなりこれは、やウェルカムやって、ウェルカム、ウェルカムじゃねえよ、え、足音聞こえたね今、なに、誕生日、この飾りは、あ、お前がハッピーデーって書いてある、へえ、なに、人形がいっぱい倒れてる、まあここにも変な人形、どっから見ていく、この矢印じゃない、矢印ほら、矢印、あ、これか、ハッピーデイ、はいはい、矢印、あ、閉められた、うわ、なに、あー、あーあー、びっくりした、なに、え、何がある、人が通り過ぎてったよ、あっちに、ほんま見てなかった、人形がある、あ、かわいい。いろいろ置いたんだよ。かわいい。手紙。まあ、人形いっぱいある。人形いっぱい。でも何もつかめないな。でっかない、この人形。大きいね。この扉は？韓国語書いてある。開けるよ。あ、開かない。開かない。こっち見る？うん。わあ、お誕生日？天井がすごいけど、天井の風船が、あー、なに、なんか落ちたよ、なに全部に驚くな、あなたは、びっくりするやん、驚かない方がおかしいわ、あ、なんか、でも先に、なんか変な、なに、この、あ、こういうできる、またこの中とか入ってんじゃん、何もない、あー、ちょっと見て、ワンピースに出てきそうなキャラクター、何これ、あ、びっくりした、何これ、すごい顔、何これ、何これ、電話、電話、電話、取るよ、응? 응? 오셨던신가요?아이상태가전부다가되고있습니다.지금당장병원으로오셔야할사항이.에?나니?무슨?움직이지않아요.
開いてるよ、上が開いてるよ。あ、何何？階段登ってる途中で何？閉まったけど。開いてたのに。開けんで。開いた。あ、開いた開いた。わあ、いっぱいおるで人形。怖い。これ人形あれやな。見て。あの手術の格好してる。手術着だね。お医者さん？うん。ああ、ダメ！全部に驚くな。何？喉が痛い。はい。開いた。パソコン部屋。パソコン開けたらなんか出てこんじゃん。正面玄関開閉レバーだってこれ。あ、ほんまや。開けようか。これ。いいレバーちょっと天井に相関にいるのか。レバーと繋がっているよ。電流が通っていないやと。電源を流さな、開けられへんね。変えられへんってこと？なんでこのさ、刑務所みたいに鉄格子とかがいっぱいあるのこれ。なんで？なんでこんな鉄格子があるの？刑務所？病院でしょ？あ、なんか煙が出てる。煙が上から。何？何？踊ったやろ。人形が踊った今。一瞬。なんか白い布がかぶせてある。白い布が。ほんまや。でもここで終わりっぽいで。あ、人形。さっきの人形ある、ここに。あ、ほんまや。あ、融通できるね。する？あ、消えた。また。うわ、何？ちょっと、何？なんだ？これ急に来て、失礼。何？生入ってる。ああ、びっくりした。もう急にもう。なんで急に来るの？それだってお化け屋敷みたいなもん。脅かそうとしてんね。はい、開けるよ。何？入れた。どこだ、ここは。また出てきた君も。ここはどこだ？わあ、なんか笑顔の絵が飾ってるけど、笑顔の絵が。融通できる、全部融通できる。何？あ、絵が取れる。なんで？ほんまや。鍵あった。ああ。また人形。あ、消えた。また消えた。びっくりした、なに？あー、びっくりした。あー、あー、びっくりした。なに、もうびっくりするからやめて。頭痛い。叫んだ。あ、なんか見つけた。もうこれ。何もない。火がついたようだ。火がついたようだ。ちょっと。あ、ここにもある。これも。もう何よ、急にもう。戻る？外に出たらいいってことじゃん。あ、門が開いてる。門が開いてるね。真っ暗。何？すみません、花です。知らない。花って知らない。はい、ということでいかがでしたか。韓国のホラーワールド、スタッフさんいかがでしたか。はい、なんかドッキリ要素が多くて、うん、言葉がね、やっぱりね、外国の、あの韓国だけにとどまらず、外国のホラーワールドはところどころやっぱ分からないですね、言葉の壁が。そう、意味が分からない。でも、あの私は
もうびっくりするところがいっぱいで、はい、でもちょっとやっぱり言葉がわからないのでストーリーはわけわかめな感じでしたけれども、びっくり要素もいっぱいあって、ホラーが好きな方はいかがでしょうか。 VR 用意しやすいので、そうですね、ちょっとそれは気をつけた方が、 VR 用意しやすい方はちょっとやめた方がいいかなっていうぐらい、ちょっとモヤモヤの多い感じでした、うんうん、はい、以上、異国のクリエイターの作ったホラーワールドに来ました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。何の声